誰もいないザンビ坂での青空クレーンだから何だから何ていうか俺一人で笑ってるね。はい、どうも、むっちゃ空いてるむっちゃ空いてますけど、まあ、取りに来たのはここじゃなくて、よいしょ。はい、久しぶりに青空クレーンを取りに来まして、これでもありやな、大丈夫か、色ちょっとまだカメラ使い慣れてませんけど、ソアリの方はこんな感じで、ちょっとやばいちょっと待ってな、これさ、毎日設定変えなあかん、めんどくせ。はい、ソアリンの方はこんな感じでシート全面に覆われてまして、さっぱり見えませんがクレーンだけは健在という感じでです。俺の声拾ってるかなマイクがね、マイクがあのこっち向き、この言ったらもうカメラの向こうの方に置いてるから、俺の声拾ってるかどうかちょっと分かる、まあ、とりあえずちょっとあの要塞の方行ってみます。要塞の上に来まして、要塞の上から見た青空クリーン、なんかあの息切れしてますけどちょっとしんどかった。ズームしていくとかなり鉄骨が出来上がってきてますよね。まあ、シートで さっきあのザーミのとこから見たところはシートで結構割れてるんですけど、その奥側は結構鉄骨があらわに、でこれ結構このカメラ、おお、なんか降りてきた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 、動いてる、クレーン動いてる。でこれ結構このカメラズームが効くんで、どこまでズームができるか行ってみると、よーいしょ、お、結構効くな。鉄骨のシートの中身まで見えるかな、見えるね。クレーン上まで行ってみようか。いいよ。これクレーン畳んでるところ見てみたいねんな。夕方やねんな、夕方多分4時か5時くらいに畳んでるところとか、こう広げてるところ。でもディズニー全然関係ないよな、それな、ほんまな。単なる工事現場オタクって感じやねんけど、はい、という感じです。よいしょ。で引き2の引き、よいしょ。なんでズームとかするんだよいちいちよいしょとか。こっちのクレーン、あ、今釣り上げてる、よいしょ、釣り上げてますかね、よいしょ、おお、釣り上げてる。あ、下げてる。で結構手ぶれ補正効くから、なかなかこのズームしてもなんかね、あんま結構スムーズやんな。なかなかこのカメラ好きになってきたかも。よいしょ。まだちょっと使い慣れてないとこあるけど。はい、っていう感じでした。青空クレーンからの誰もいないリド。あ、ちょっと柵がちょっとタイミング的に誰もおらんっていう素晴らしい状態です。素晴らしいんかわからんけど、誰もおらんよ、ほんと誰もおらんよ、やばっ。ステージ側から見る誰もいないリド。